皆様こんばんは。戦慄ラジオのお時間ですよ。この番組はイヤホンをつけて音量をできる限り大きくして暗いところでお楽しみください。なお心臓の弱い方、怖い話が苦手な方はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。これは私がまだ実家に住んでいた時の話です。私は仕事が終わって家に帰ってきてからダイエットがてらランニングをすることがたびたびありました。仕事が終わってからなので結構遅い時間からのスタート。その日は21時に家を出ました。準備運動を家の玄関で入念にしてから、まずはウォーミングアップとしてウォーキングです。私の実家は結構な田舎で街灯がポツリポツリとあるだけです。家を出たらすぐに T 字路がありますが、車が来ないか不審者がいないか、その確認のために行きたい方向とは逆の方向も念のため確認をして歩みを進めます。すると行きたい方向ではない方の街灯の下に猫くらいのサイズの白いふわっとしたものが見えました。さほど気にすることはなく、白い猫かなくらいに思って反対方向に向かってウォーキングをスタートさせました。少し歩いたところでふと白い猫が気になって後ろを振り返ってみました。すると白い猫らしきものは位置が変わっていないのに、なんだか大きくなっているような気がしました。数秒前までは猫サイズだったものが、だいたい2から3歳ぐらいの子供くらいでしょうか、人の膝くらいまでの大きさになっています。遠くに離れていっているはずなのに、なぜ白いものが大きく見えたのか疑問を持ちました。ですが先ほどよりも離れているので余計にはっきりした形もわからず、白いふわっとした毛の塊にしか見えません。しばらく道を歩いて直進し、曲がり角に差し掛かるとランニングのスタートなのですが、やっぱり気になったので最後にもう一度だけ振り返ってみました。白いものは大人ぐらいの大きさになっていました。すでに100メートル以上は離れていましたが、明らかに大きくなっていて、なんだか私も少し怖くなってしまいました。すぐに角を曲がって走り始めたのですが、得体の知れないものを考えれば考えるほど怖くなります。夜道を走り出すと、今度は唯一の明かりである懐中電灯が急に消えてしまいました。真っ暗になったことで余計に恐怖心が広がり、私は脇目も振らず考える余裕もないほど必死に家まで走りました。あまりにも必死に走っていたので、白いものが視界に入っていたはずですが、もう消えていたのか見た記憶が全くありません。急いで家に帰り、息を切らしながらすぐ母に出来事を話しました。母は、白いもの？なんだろうね。離れているから大きくなるのは変な話だね。懐中電灯はちょうど電池が切れちゃったんだね。と、特に怖がりもせず、普通に話をするので、私も何かの見間違いだったのかな、と、なんだか拍子抜けしてしまいました。次の日、昨日は全速力で走ったし、今日は見たいテレビあるし、ランニングはお休みにしよう、と家でテレビを見ていました。すると救急車の音が聞こえて近所で止まったのです。
何事かと気になり、一緒にテレビを見ていた父と外へ出てみました。どうやらご近所さんが急病らしく、救急車で運ばれて行きます。それを少し離れたところから見ていたのですが、なんだかこの風景どこかで見たなと少し考えていると、はっと思い出しました。そこは前日に見た白いものが立っていた場所でした。救急車に運ばれるご近所さんのお家の前に、あの白いものがいたのです。慌てて家に入り時計を確認したら21時7分。昨日ランニングをするために家を出たのが21時で、入念な準備運動をしてからの出発だったので21時7分ぐらいに白いものを見ていた可能性が極めて高い。びっくりした私は母に、お母さん、お母さん、昨日白いものを見た場所と時間が一緒と怖さのあまり叫んでしまいました。母も前日に聞いていたことを思い出したようで少し青ざめていました。残念ながら救急車で運ばれたご近所さんはそのまま病院で亡くなったそうです。もう何年も前のことですが、私が見た白いものが何なのか未だに分かっていません。白いものはお迎えだったのでしょうか。それにしてもタイミングよく懐中電灯が消えたということは、もう少し近づいていたらこの方の命も消えてしまった可能性があるということでしょうか。そうだとしたらこの方は命拾いしましたね。それでは皆さん、おやすみなさい。良い夢を。